皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ニコリンゲーム正直屋のニコリンです。今回のレスリンなんですけれども、凸属性応援期間が11月15日から来るということで、凸属性ブレイカー、まああのキャラクターだろうなって予想はしてたんですけども、来ましたね。喧嘩やマクダと錬金尺のブラッドということで、イベントが混沌と規律の開口、そして今回ガチャに来るのが踊る混沌マクダレジェンドフェス開催ということで、先にマクダ様来ましたね。ストーリー見てたんですけど、振る舞いとか持ってる武器とかもうね、いいなってずっと思ってたので、来てくれて嬉しいです。ってことは最後の凸属性応援期間ブラッドが来るってことでいいですよね。ただまあね、応援期間1週間ごとっていうことで、ディオーナの編成何しよっかなとか考えてたらマクダ来たんで、めっちゃ焦りました。ということで前置きはこの辺にして、マクダの性能を見ていこうと思います。今回もバトル動画ではなく、公式 X 様よりマクダの性能がバッて出た画像がありますので、そちらを元に話していこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。まずはお知らせの性能から見ていこうと思います。最初マクダがパッて出た時に、あーこの性能だとどうだろうなーって感じで思ってたんですよ。内容っていうのが、スキルにブレイク時敵のターンを遅らせる、バーストスキルでブレイクすると対象に見解の一撃を付与して行動不能にするなど敵の行動を妨害するブレイカーって書いてありました。行動不能っていうところを見て、あーララ様みたいな感じかなと思ってたら、性能を見てみたら全く違ったね。っていうか今までのブレイカーよりもう、これが本来のブレイカーです、これが真の力ですっていう感じのをバッて出したようなブレイク能力だったっていうことだったんで、その性能を見ていこうと思います。こちらがマクダの画像になります。いいぜ、どんな相手でもこのマクダ様がぶっ飛ばしてやるよということで、ピンキッシュデストロイヤーっていいかな、バットに某格闘ゲームのね、有名キャラクターが腕につけてるようなトゲ付きのアームリストみたいなものをくっつけてやってるというところで、かっこいいよね。こちらが性能になるんですけれども、一目見てえっていうとこないです。今までのブレイカーって、例えばですよ、スキル2がマリオンのブレイク値が 165% なんですけれども、レベル5 325% おっていうのと、ファーストスキルのブレイク 625%?ダメージも 525%? なんだこの数値っていうところがまず目に入ると思います。今までのブレイカーにこんなブレイク値なかったぞっていうのプラス、性能もモリモリになっているということなので、過去のブレイカーを置き去りにしたっていう感じの性能してます。スキル1スパイキークラッシュ、ブレイクは 20% ですね、ウェイト100、攻撃の味方全員に物攻プラス 10% を2回行動終了するまで付与、自身の次のパネルがバーストパネルでないとき、ブレイク強化パネルに変換するというような性能になっています。ブレイク強化パネルなので、ブレイカーにとっては自身のブレイク力アップにするので使えますよね。これは物攻も上がるし、しかも味方全体に入るということなので、行動調整以外にも使えるスキルだと思います。物理パーティーにはやっぱ使いたいよね。で、従来のブレイカーってもうブレイク力っていうよりも、それ以外の例えば物攻アップだの、耐性ダウンだの、火ダメアップだのっていうところをモリモリにする代わりに、ブレイク力が若干落ちているっていうのが多かったと思います。今回は両立というか、ブレイク力突出してるっていう感じだよね。スキル2ワイルドプリデーション、こちらですよ。ダメージ 292% の単体にブレイクが 325%、 高すぎるだろ。マリオンさんの約2倍ぐらいだよね、やばいよな。ウィーク攻撃時、ブレイクダメージプラス 50%、 攻撃前対象に突属性耐性マイナス 25% を2回攻撃受けるまで付与する。攻撃後、物攻が最も高い味方1人に突属性ダメージプラス 30%、 2回行動終了するまで付与する。あー、そして対象がブレイク時、対象のターンを2ターン遅らせるという風になっています。ピリスがね、1ターン遅らせる1ターン遅らせるっていうところで、予言の塔でもね、もう最初の頃から今の44回までフィリスがね、一人で行けちゃうっていうところが多くて、やっぱりこの
ターンを遅らせるっていうのは唯一無二の性能してるから面白いですよ。突属性のエスカは特性で伸ばせるあの物理デバフという風になってますので、最終的なダメージというところをパーティー単位で考えるならエスカの方が火力は高くなると考えています。まあそれ以外に口述するアビリティの件でマクダを入れてもめちゃくちゃ面白い動きができるので、マクダもやっぱ強いなっていう風に思います。このブレイク時のターン2ターンを遅らせるっていうのがどのように行動順調整してバーストをメインアタッカーに持ってくるかっていうところでちょっと難しそうだなって思いますが、それよりも面白そうっていう方が勝ってる感じですね。そしてバーストスキルブルータルデストロイ、一瞬お前もかって浮かびましたがちょっと名前が違ったね。ダメージは 525% のブレイクは 625% で、さっきも言いましたがおかしいぐらいの数値をしています。 B 攻撃時ブレイクダメージプラス 50%、 攻撃前対象に突属性耐性マイナス 30% を3回攻撃受けるまで付与、3回はかなり頑張ったな。攻撃後物攻が最も高い味方1人に物攻プラス 35% を1回行動終了するまで付与する。そして対象がブレイク時味方全員にスキルダメージプラス 30% を1回行動終了するまで付与する。対象に喧嘩屋の一撃を1回行動終了するまで付与。喧嘩屋の一撃はターン開始時に行動不能。モリ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 ですね、マジでね。行動不能はお知らせにも書いてあった分なんですけど、それ以外盛りすぎじゃないってぐらい持ってるよね。ブレイク時に味方の火力上げますよっていうのと、そもそもに物攻の一番高いメインアタッカーにも火力盛りますよと、そして相手の耐性も下げますよっていう感じでめちゃくちゃ持ってるんですよ。まあ突エスカに関しては火ダメアップっていうのとブレイク時は物攻プラス 50% っていうのがあったので、やっぱその辺を加味しても使い分けっていうのはできると思いますし、喧嘩屋の一撃っていうところが結構面白いよね。あの王の意向を使ってても思ったんですけど、やっぱ相手を行動不能にするって結構面白いんですよ。まあ、それを使っての最大火力っていうところになるとまたちょっと別の話になっちゃうんですけど、いろんなベクトルでレシレリを楽しめるっていう観点から考えると、私は好きな性能してるなと思います。そして、こっからがさらにまたすごい性能してます。アビリティ、来たぜ、後期、パーンってやりたくなるんですが、それは置いといて、攻撃対象がブレイク時、自身にスキルダメージプラス 100% を2回行動終了するまで付与する。味方全員にスキル2の貫通力プラス20を付与。貫通力がここで来るか。これは5回ブレイクしろっていうことかな。だよね、多分。ブレイク G だもんね。5回ブレイクで上限100ってなかなかないと思うので、多分、1、2回ブレイクして敵を落とし切るっていう感じを考えると思うんですよ。ロマンダイ舞踏大会だとどうかな。そんな頻繁にブレイクはできないだろうしな。って考えると、上限100ってなかなか条件ないんじゃないかな。と今のところは思ってます。もしかしたら、こういう場面も来るかもしれませんが、実装してからいろいろ試してみたいですね。そして、喧嘩やマクダ様に続け。これがやばいね。バトル開始時自身に素早さプラス 15% と強制ブレイクを1回行動終了するまで付与。ついにアビリティに強制ブレイク出してきたかっていうところがマジで正直な感想をしてます。ザンライザが出た時にね、強制ブレイクのバーストやばって言ってたのが今アビリティですからね。まあ、1回に限りだよね。バトル開始時なの。これってさ、スキル1でもスキル2でも強制ブレイクしちゃうっていう考え方でいいのかな。どんな行動しても強制ブレイクしちゃいますよって考えたらやばくない？初手からある程度出せるキャラクターっていう風に考えたら、確実にマクダより遅いっていう状況で考えると水着バレリアとかかな。結構自分の浮き輪パネルプラス、まあ、味方のクリティカルっていうところでダメージも出しやすいと思うので、一回に限りっていう感じならそういうのもありかもしれませんね。まあ、マクダ自身のブレイク力が高いので、初手に限らず2回目、3回目も訪れるとは思いますので、まあ、長期戦でもそこそこいけるんじゃないかと思ってます。ていうか、普通に強そうだよな。タグは、ランターナ、家族と友情、冒険という風になっています。そして、リーダースキルが、
攻めて攻めて攻めまくれ。冒険は物攻魔攻プラス 10% とスキルダメージブレイクダメージプラス 30% という風になっています。まあマクダを生かす一番のリーダースキルといえば突属性フロッケだと思うんですよ。天使の祝福が突属性のキャラが物攻魔攻物防魔防プラス 25% っていうのを持っていますので、さすがに突属性フロッケをリーダーに据えてからのマクダをブレイカー運用っていう形がいいんじゃないかと思います。やっぱ突属性フロッケね、聞いててよかったっていう展開が来るんじゃないかな。あとはブラッドがどんな性能してるかっていうところにもよるとは思いますが、ということでマクダの性能でした。やばいぐらいにブレイク能力持ってるし、バフも持ってるっていう感じのキャラクターでしたね。最大ダメージを求めるっていうんだったら突 S かだとは思いますが、いろんな使い方ができるのでマクダも超面白いキャラクターだと思います。ただめちゃくちゃ気になってるのが、過去のブレイカー含めやっぱね、初期の方のキャラクターさ、性能をなんとか救ってくれないかなっていう思いはやっぱり持ってるので、ここはまたなんかアンケート送れる機会があったら送ろうと思います。ピックアップメモリア SSR 喧嘩の始まりだ。アビリティ効果、得意属性が突属性かつウィーク攻撃時、対象に受けるダメージプラス 2% を2回攻撃を受けるまで付与という風になっています。突属性専用のデバフメモリアですね。手に入ったとして貫突優先っていうのはないかなと思いますし、やはり今現状魔法パーティーの方が強いという環境にはなっていますので、ニーテを軸に突属性極めたいっていうなら狙ってもいいとは思います。そして最初に話した混沌と規律の開口っていうところのイベント装備も見てみようと思います。武器石割アックス、得意属性が突属性の木、攻撃後対象に突属性耐性マイナス 6% を2回攻撃を受けるまで付与という風になっています。まあブレイカーとかにつけて耐性も下げてっていう場合ですよね。まあ、こういうのにしてブレイク値を持ってっていう風にするのか、マクダのブレイク力を活かしてやはりブレイク力特化の武器を使うのかっていうのは敵のブレイク値によって変わると思いますので、実装してから試してみたいと思います。そしてメルクリウスの瞳装飾品、新機動戦機ガンダムウィングのあれが出てきたのは多分私ネコリンだけだと思います。得意属性が突属性かつブレイカーの時、ウィッグ攻撃時ブレイクダメージプラス 17% っていうことで、こちらはもう突属性ブレイカーのブレイク力向上品っていうところで、やっぱりこれにブレイク力アップ乗せてどこまでブレイク高めれるかっていうのも試してみたいですね。一応両方使う場面はあるっていうか、メルクリウスに関してはブレイクできないよっていう場合にこれ使ってやっぱブレイクバーンと決めたいですよね。ということで今回は1週間というね、突属性応援期間なのでめちゃくちゃスパンが短かったですが、踊る混沌マクダについて性能解説させていただきました。さすがに俺前回でもう石なくなっちゃったし、間違えて優勝席で無勝席分のガチャ引いちゃったからどうしようかなって思うんですけど、メダル交換をしようかなと思います。ちょっとガチャは石がない、ちょっとそこは考えます。ということで実装待ち遠しいです。明日を楽しみに待ちましょう。ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また見てください。バイバイ。